不思議な箱を使ったマジックです。こちらに赤い箱を持ってきました。赤い箱の中に実は青い箱が入っています。そして青い箱の中には赤いボールが入っています。当然青い箱の方が赤い箱より小さいですが、おまじないをかけると赤い箱が青い箱に小さくなってしまいます。青い箱の方が大きくて赤い箱の方が小さい、そして赤い箱の中には青いボールが入っているんです。今赤い箱の方が小さいですけども、青い箱、おまじないをかけるとやはり青い箱の方が小さくなってしまいます。ちなみに赤い箱の中に青い箱が入っていて、青い箱の中には黄色いボールが入っているんです。ボールの方が大きいですね。さらにこの赤いボール、こんなに大きくなっちゃいました。